はようございます、しのきくん。メッセージありがとうございます。まあ、事情はよくわかりました。もうちょっとクオリティのね、高い動画を上げたいなってことなんですよね。まあ、これに対してはね、実はね、そこはちょっと違うんですよね。情報発信で、情報発信でね、集客をして、信頼関係作って、お金を稼ごうと思ったら、クオリティ実はね、あんまり関係ないんですよ。例えば、クオリティが1から10まであるとするじゃないですか。それで、自分のクオリティはまだ3だから、だからせめてね、6とか7になってから情報発信したいなと思ったらいつまで経ってもできないんですよ。で、そうではないんですよ。なぜそうではないっていうことが言えるかっていうのを、これはね、分かりやすく紹介します。それはですね、自分の情報発信レベルが3だったら、2とか1とか0の人が信頼関係を持ってファンになって、その人にだったら商品売れるんですよ。自分の情報発信のクオリティが3の時に4とか5とか7とか8の人の目に留まるってことはないんですよ、ね、だから情報発信レベルが7になると市場は0から6までに広がるんですよね。広がるんだけども、結局は自分の情報発信レベルクオリティが7だった場合、8とか9とか10の人は気づいてくれないんですよ。だからどこまでクオリティを上げても違うのは市場の大きさが変わるだけで、もレベルが1でも0の人には響くわけですよ。だから自分のクオリティが低いなと思っても0でないんだったら、例えば YouTube ならね、 YouTube で YouTube をアップロードできてるんだったら、 YouTube 一本もアップロードできてない人、 YouTube の仕組みとかそのアカウントの作り方すら分かんない人から見ると、もう奇跡的なね、上位クラスなんですよ。だからまずはそういう人に対してメッセージを送るとかね、まだ勇気が出なくて YouTube の一本もアップロードできてない方、 Facebook の記事の一行も書けてない方に対して、いや、私がそれは手を引いてあげますよっていうふうなことだったらできるんですよ。そこにビジネスが生じてるんですよね。だから自分の情報発信レベルがね、0から10の間にあるときに1でもいいんですよ。1でも0の人に対してはビジネスができるんですよ。2だったら0とか1の人にビジネスができるんですよ。ということをね、まずは捉えておいていただきたいかなと思います。どこのレベルに行ってもできます。自分より上のレベルの人には基本的に商品は売れないばかりか、そういう人たちは集客できないんですよ。レベルが5の時には6、7、8の人は集客できないですから、だからね、自分よりも高いレベルの人はあんまり意識しなくていいと思いますよ。むしろ自由に発信していって、その自由な発信に対して価値とか信頼を感じてくださる方を探しに行くんですよ。ね、だからそういう風にした方がいいと思いますね。はい、それでもね、多分ね、しぬきくんが行動できない一つの大きな原因と、それから客観的にそうだなと思うところは、テーマがないんですよね。テーマが決まってないんで、行動に統一性がないし、ばらけていってしまうかなってことです。もう私なんてのはね、テーマ今全然ないですから、いろんな種類でやってます。久保哲郎の隠居っていうのはね、隠居の方法をまあお伝えするわけでもなく、ビジネスをガンガンやるわけでもなく、何かよくわかんないチャンネルなんですよ。だからこれを言うとね、結局最終的には私が自由に暮らしているところを見せることによって、どうやったらそういう風になれるんですかみたいなところに、まあ歓喜してるところはあるんですけども、それはね、私がビジネスをやってないっていうのの大きな要因で、フリースタイルなんで私はすごく楽なんですよね。楽なんだけども、テーマがばらけるんで決まった人は集まんないんですよ。本当になんか私の人柄に集まるだけなんでビジネスは非常に仕掛けにくいところがあります。だから価格が設定なんですよね3万円っていうかね、30万なんだけど分割ってことになってます。まあ、そういう形なんですよね。だからテーマなんですよ、多分しのきくんがね、一番動けてないのはテーマ。だからテーマを決めるときに私が申し上げたのは、恋愛とか健康とかお仕事とかお金、この4つのうちのどれかで考えると、まあ続けやすいんじゃないのっていうふうなことをね、まあ速稼塾ではずっとお伝えしてきたわけなんですけども、ただしのきくんすごいなと思うのは、自分で考えなくちゃダメってところにたどり着いたってことなんですよ。要するに私の指示通りにカリキュラムのようにそれをこなしてるときってのはモチベーションじゃないんですよ。ただ上司に言われたからやるみたいな関係なんですよ。それでは全然ダメです。学校の先生が宿題を出したからやる、もうそれはね、本当にね、初期の段階なんですよ。だからそこに気づいたのは一歩成長だと思いますよ。もちろんね、私の力を借りたいときっていうのはどんどんアプローチしてもらっていいんですよ。それは自分のない力を誰かに借りないといけないときに、久保さんだったらなんか力になってくれるんじゃないかなと思うのは、それは頼ってきてもらったらいいと思いますし、外注なら外注を雇うでもいいんですよね。一人で全部やるっていうのは誰かを使うってこともね、込みなんですよね。ここにも気づいてほしいなと思いますよね。一人でやるってことは自分のできないことを誰かに頼んで自分でコンプリートするってことなんですよ。外注をちゃんと適正にするってことですよね。まあそういうことも含まれてますんでね、これからどんな
死ぬ気やそれができるのかまた楽しみにしてますよ。そんなところですかね。まあでも本当によく考えてやってますね。そうなんですよね。あ、最後にこういう例えを言いましょう。自動車教習所です。運転免許を取るときに最初は学科がありますよね。で教習所のそのシミュレーションがありますよね。で教官が横に座って場内をこういろいろ練習しますよね。その後は路上教習って言って普通の道路に出て教官を横につけて練習しますよね。ここまでが塾のカリキュラムなんですよ。あとはね、教官がいない、卒業式、はい、カリキュラム終わりました。あとは自分でどの道路を選択して、どのスピードで行くか、どんな安全を管理をするかってことをやっぱり繰り返していかないといけないんですよね。自分でやっていかないといけない。その途中には事故もありますし、怖くなって路上に出ない時もあるし、忙しくって運転できない時もあるんですよね。いろんな状況で運転できない時もあるんですよ。中にはお金がなくて車が維持できないっていう、そういう状況もありますからね。でもそんな時に教習所の先生のことをたまに思い出したりとかね、連絡取るのはそんなに悪いことではないと思いますよ。もちろん教習所の先生はカリキュラムが終わったら横について運転してくれるってことはめったにないですけどね。まあこういうことも覚えていきながら、動画放送なりね、 Facebook 放送なりなんせ発信していけばいいんじゃないですか。まあでもね、2020年は YouTube をもうね、生涯で一番やる年にした方がいいですよ。もうこれはね、多くの人が気づいてないんですけども、最後のチャンスです。2020年がもう成熟してこれから多くの芸能人はじめ有名人が出てきてチャンネルを抑えてしまいますから、私たち凡人が食い込める最後の1年になると思います。まあ1年というかね、夏ぐらいまでに勝負はつけないといけないのかなと思いますんでね、そこだけ、まあ、心に留めておいてください。クオリティを待つ余裕はなくなります。むしろね、もう超ベタな底辺に対してのカリスマになるというね、そういうふうなね、だから五流に対しては三流もヒーローになれるわけですよ、ね、十流に対しては八流もヒーローになれるわけですよ。この相対関係で私たちやってますからね、そのように感じていただければ幸いでございます。それではいってらっしゃい。